はい、フィットハイブリッドちゃん、今日もいっぱい走りましたね。まあ、70キロぐらい、下道も合わせて70キロぐらいスイスイと走ってきました。お酒屋さん、西山修造さん、ここのね、お酒めっちゃうまいよ。丹波に来た時はぜひとも、皆さん寄ってくださいね。で、結構ね、あの山道とか走るとこれマフラー、私ね、あのこれ柿本のマフラーつけてるんですけど、あのやっぱね、低速域の時は音がすごいボーっとね、いい音になりました。はい、というわけで、今丹波の帰りでございます。はい、あの混んでましたね。丹波混んでました。あの今日は4連休のね、3日目ということで、すごい人がこの田舎でね並びましたね。ホンダ E、まあ、買いましたけども、日産とちょっとね、いろいろ比べてみたいなと思いまして、日産リーフで、まあ、E プラスっていうのが出ましたよね。今度来年ね、アリアが、まあ、500万円からということで、アリアは今度2モデル出るんですかね。2駆と E4 っていう4駆ですよね、が、出るみたいです。で、今もうね、リーフはね結構走ってるんであれなんですけど、アリア結構ね SUV でデザインもかっこよくてね、いや本当になんかかっこいいな、いいなと思ってるんですよ。で、今よく売れてるトヨタのハリアーとかのデザインに似てますよね。ただね、一つだけちょっとね問題なのが、大きいなと、ボディがね。私がね、なんか乗るにはちょっとその辺の買い物車にしてはちょっとでかいなという印象があるんですよね。で、アリアはね、プロパイロット2ということで、自動運転ね、今運転してるこの高速道路とかでハンズフリーですよ。手を離しても車が自動的にこういったカーブを読み取ってね、運転するというもので、いやー、なかなかね、値段もね、見合った値段だと思います。だってね、ホンダ E のアドバンスで500万ですよ、ほぼ。それとね、もうアリアの下のモデルですかね、陸の方と、まあ、同じ、ほぼ同じ値段だと。まあ普通に考えたらね、まあ絶対みんなアリアの方がいいだろうと思うんですけど、っていうかちょっとホンダ E がね100万ぐらいちょっと高いなとは思います。本当になんか売る気がねえんじゃねえかっていうね話もありますよね。年間たったの1000台しか売らないですからね。いや本当にね、ホンダさんもうちょっと気合い入れて売ってほしいなと思うんですけど、でしかも値段をねちょっとヨーロッパより釣り上げてね、どういうつもりなんでしょうね。で、日産は結構なんて言うんでしょう、充電スポット、あれがね、ディーラーさんが各自分のところの販売店が負担して、急速充電をね結構してますよね。充電スポットを探すアプリがあるんですよ。で、それで見るとね、結構日産が半分ぐらい、半分まではいかないか、3分の2ぐらいね占めてる場合があるんですよね、その地域によっては。で、ただなんかね、ちょっと最近料金体制っていうのが高くなってきましたかね。ちょっと前までね、なんか入れ放題で2000円とかいうのがあったみたいですけど、今はもうちょっと高くなってるみたいですね。まあ、だんだんその、日産の中で電気自動車が増えてきたという感じなんでしょうね。で、まあ来年出るそのアリアはね、結構電気自動車界の中ではもう本命じゃないでしょうかね。売れ筋になると思います。で、そういった中でホンダ E がね、年間たったの1000台しか売らないっていう、しかも高いっていう、まあ、本当にホンダ E っていうのはもう実用性、まあ実用性はまああるんですけど、そのこういった今日みたいなね、ちょっと遠出したり
するときは本当になんか途中で充電のことを考えながら走らないとダメかもしれないですね。ホンダいいね、あれなんですよ、パワーをね、あれわざと抑えてるんじゃないですかね。走り出しは、結構ね、電気自動車ってすごいガーンとね、トルクがもういきなりガッとくるんですよ、電気ってね。それをまるでガソリン車を乗ってるかのようなアクセルワークで、ゆるっとね、わざと制御してるというものなんですね。まあ、電池の消耗をちょっとでもそれで和らげると。で、ワンペダル、シングルペダルか、ホンダの場合はシングルペダルというのがありまして、まあ、それでこう回生ブレーキをかけながら、まあ、運転してやっと、まあ、普通のホンダ E の方で285キロ走るということなんですね。私はたまにここ車で遠出するときは、まあ、言っても100キロ圏内ですね、片道。丹波で65キロぐらいでした。ですので、まあ、往復でも120キロぐらいなんで、まあまあそれぐらいかなと思いますね。まあ、京都に行っても片道50キロぐらいなんで、まあ、まあ100キロぐらいですかね。まあ十分私はホンダ E で、できるんですけどね。で、それ以上ね、例えば九州とか東京とかね、行こうと思ったら、もう車で行くのしんどいですよね。なので、まあ私は、新幹線とかね、飛行機を使います、そういう時は。100キロ圏内以外の時は私は新幹線か飛行機というふうに決めております。やっぱりね、しんどいですよね。いくら乗り心地のいい車だといってもね、それぐらい乗っちゃうとしんどいなという感じがします。で、まあホンダ E の場合は、まあ、途中で充電しながらね、その間休憩も兼ねて、まあ、充電するという感じで、本当にね、休憩しながら、まあ、ロングドライブを楽しむっていう乗り方でも、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。で、やっぱボディサイズですよね。私が実は一番気にしてるところは、やっぱアリアとかになると本当に大きいんで、今日行ったね、田舎道とか結構混んでたんですよね、今日もね。細い田んぼ道とかで車とすれ違うシーンがね、結構あって、で、まあ、やっぱ街中でもね、狭い駐車場とか結構ありますよね。下手したら立体駐車場にさえね、大きい車は入れられないっていうパターンもありますからね。まあそういうのを考えると、まあやっぱホンダ E のサイズってね、すごいやっぱ乗りやすいんですよね。で、結構アリアクラスのね、大きい車乗ってる方は荷台持ちしてる方が多いですかね。軽音とね、軽とかコンパクトか1台あって、でもう一つそういうね、アリアみたいな大きい SUV みたいなのを乗ってるという方も多いんじゃないでしょうか。ただ私の場合はね、2台持ちってなるとなかなかね、駐車場とかね、その辺が高いんで、なかなか2台持ちするまでの経済力はないなということで、やっぱその街乗りサイズで、しかも趣味性のある、もうね、あれホンダ E って言ったらもうかなりあれ趣味性が高いと思うんですよ。普通のコンパクトカーなん、まあ、パッと見普通のコンパクトカーだなと思うんですけど、本当にね、私その車自体が、ホンダ E 自体が、いや可愛いな、かっこいいな、その車を乗りたいなと思って今回買いましたので、本当にね、なんかまるで、ね、イメージでいうとこう2シーターのスポーツカーを買ったかのような、そういうね、なんかワクワク感があるんですよね、ホンダ E に対しては。で、リーフとかは実はね、そのボディサイズそんなに大きくはないんですけど、そこまでのね、魅力を実は感じなかったんですよね。もちろんね、走りも良くて、ね、航続距離もいいんですけど、本当に普段の足としては、ね、リーフ買っときゃ間違いないと思うんですけど、リーフプラス E の方ね、なんですけど、ちょっとね、私にはそのリーフ買うんだったらもっと他の車かなという感じがしましたね。まあリーフ乗ってる方はたくさんいるんでね、あまりそう悪いことは言えないんですけど、いや、いい車だと思いますよ、本当に。
思うんですけど、私はホンダ E の方がちょっとやっぱ趣味性という形では近いか、いいかなと思いました。アリアね、アリアはまあ大本命なんですけど、まあちょっとでかいしね、プロパイロット2で自動運転もすごいんですけど、あれもね実際どんだけ使うんだという感じですよね。私ね、もっとね自動運転さらに次の、レベルがもっと上がってね、本当の自動運転まだね途中経過なんですよね。ハンズフリーっていうね、ああいうのでもまだまだね、やっぱ車線読み取らなくなったりとか、急にねやっぱ車が割り込んできたりとかね、いろんなシチュエーションがありますんで、なかなかやっぱそこまでね完璧に自動運転っていうのはまだできないんですよね。この間ちょっとテスラにも乗ったんですけど、あれもねちょっと自動運転かなりすごい方だなと、近未来的な車だなと思ったんですが、まだまだですよね。実際ねこの動画ね、この間ちょっと乗ったんですけど、このスコットさんも近所乗るだけだったら自動運転はもう使わないと、自分でやっぱ運転する方が多いですと。でたまにロングドライブで遠くに出るときは、そういう、オートパイロットが楽ですよということでしたね。なので、私の場合は、年に1回あるかな、年に1回か、いや2回もないな、下手したら2年に1、2回ぐらいで、かなりの距離、神戸から九州とか、神戸から、東京はね、よく行くんですけど、神戸から東京、片道600キロから700キロとかね、そういった移動を車でするっていうのは、ないですね。それぐらいロングドライブする方ってね、どれぐらいいらっしゃるんでしょうね。トラックのうんちゃんぐらいじゃないですかね。本当にね、やっぱ、それも楽しいんですけどね、家族みんなで、田舎に帰るとか、田舎が遠い方とかは、もう航続距離の長い車がいいと思いますね。それだったらガソリン車選べよと、私思いますね。で、なので、ホンダ E はね、その辺ちょっと割り切って、航続距離が短いということで、さらにね、電池が 35.5kWh なんですよ。あれもね、普通のリーフがあれ 40kWh かな。で、E プラスは60ぐらいあるんですけど、アリアは90ぐらいあったのかな。どんどん大きくなっててね。で、大きくなると、航続距離が伸びるんですけども、伸びたり、パワーがね、大きく出力できるんで、パワフルな車にはなるんですけども、一つ問題がありまして、充電時間ですよね。急速充電で、入る時間がすごい時間かかるんですよ。ホンダ E の 35.5kWh で、30分の急速充電で 80% も入るんですね。それがね実はミソかなと思うんですね。リーフの E プラスの大きいやつとかテスラの大きいやつとかに関しては、急速充電器とか30分で 80% も入らないみたいなんですね。なので、結構あれなんですよ、もう混雑してきてるんですよね。人気 の, ある、便利なその急速充電のポジションでね、もう並んでることもあるらしいんですよね。そういうところに関しては30分制限っていうのがあるみたいで、急速充電のところにもう長いこともう止められなくなってきてるみたいなんですよね。地域によってはもう止めっぱなしでもういいところもあるらしいんですが、それも結構ね、もうそれが止めっぱなしでどっか買い物行っちゃって、もう満充電になってるのに帰ってこないっていうね、そういう方もいらっしゃるみたいで、で、次並んでるのに、この人はいつになったら帰ってくるんだみたいな感じで怒ってる方もいらっしゃいましたね。なのでね、これからもっとね、インフラが、多く、充電、速
スポットがもっともっと多くなれば解消するんですが、まあこの2020年21年ぐらいはまだまだでしょうね。なのでね、この一つの充電スポットで30分でほぼまあ 80% ぐらいまで、充電ができるっていうのが、実はこのシティコミューター、この街中で便利に乗るのは、まあ、ベストじゃないのかなと実は思います。まあ、家にねコンセントもある方は、まあ、そんなに心配はしなくていいと思うんですけど、私みたいにあのマンションになかなか充電が引けないという方は、もうそういったね急速充電とかに頼るしかないんですよね。なので、まあ、その30分の中でどれぐらい充電ができるかというのが、結構これから重要なところになってくるんじゃないですかね。なので、まあ、そういった意味でもね、そのホンダEを、まあ、選んだ理由っていうのはあるんですよ。あの航続距離が長いだけが本当に EV としていいのかというところは、私はちょっと疑問に感じているんですよね。なので、まあ、今度来年ね、その、日産のアリアが出るんで、まあ、みんな、まあ、絶対アリアの方がいいじゃん、いいじゃん、ホンダEよりホンダEとほとんど値段変わんないのにこっちの方が絶対みんないいよって言うんですけど、実際ね、その買って、実用的に乗った方の意見はまたちょっと違ってくるかなと思うんですよね。あのどうしてもね、皆さんあのスペック上でしか判断しないんで、その辺がねちょっと私はあのそういう風に言う方は結構疑問に感じております。はい、というわけで、まあ、いろいろペラペラ喋りましたけど、今日はね、あの丹波の方に、お買い物というかちょっと行ってきましたというお話と、このホンダEの、まあ、電池問題のお話でした。まあ、あのお酒今日はねいっぱい買ってきたんでね、あの家に帰ってゆっくり飲もうと思います。あの私のチャンネルね、まだあの登録してない方は、こういったね電気自動車とか車の、新しいね情報とか、よく配信してますので、よければ、チャンネル登録してくださいね。そして、グッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで今日も雑談動画でした。じゃあね、もう